はい、どうもあせです。今日はですね、夜飲みに来てるんですけども、実はですね、沖永良部島はですね、5月1日から8月20日まで、伊勢海老と夜行貝禁漁になっておりまして、本日ですね、8月20日の何時でしょう、今、映るか。11時41分、解禁って言ってもね、きっちり0時00分に解禁するんですよ。ということで、今日はですね、8月21日0時から、そして夜明けまで、まあ5時半ぐらいにね、夜が明けるんかな。夜が明けるまでね、素潜りしていこうかなと思います。徹夜で素潜り。今ね、めちゃめちゃ元気な感じ出してますけど、めちゃめちゃ眠いです。はい。眠いですが、着替えてやっていきましょうか。というわけで前回撮影スタジオが完成したということで、解禁日に早速獲物を探しに行くことに。ただこの日はね、かなり海が荒れてました。こういう日は獲物を見つけても波で数メーター吹き飛ばされるんで、結構取るのが難しいんですよね。とここで早速獲物を発見しました。何がいるのでしょうか。いたのは夜行貝、世界最大級のサザエです。沖永良部島では素潜り漁師の大事な収入源です。こいつはほとんど動かないので、見つけてしまえばもうこっちのもんですね。さて、潜航開始。ゲット。ちなみに夜行貝は値段の浮き沈みがめちゃめちゃ激しいんで、これが売れるようになればだいぶね、素潜り漁師の収入は安定します。ちなみにおすすめの食べ方はバター焼き、めちゃめちゃうまいです。そしてここで伊勢海老を発見しますが、波が強くて逃がしてしまいました。まあこんなことはよくある話です。切り替えて伊勢海老を探していきましょう。潜航開始。岩の割れ目に体を突っ込んでいきます。いました、ゲット。ちなみに伊勢海老は意外と力が強いです。普通に素手で持ってるんですけど、手はトゲで穴だらけになってます。さて、なんとか引きずり出してきました。このサイズでもまだまだ小さい方、もっと大きいのを取りたいところ。さて、さらに探索していきます。この日は小魚が多かったですね。ちなみに光に集まってきてるんですけども、実際見てみるとまるで雪景色のように綺麗でした。さて、岩の中に体を突っ込み、穴の奥深くにいる伊勢海老を探していきます。何気に夜行貝取ってましたね。本当にね、波が強くてカメラマンともね、何回か衝突しました。ごめんカメラマン。この日はガチで探してるんで、海蛇にも気づいてませんね。疲労海蛇、まず噛まれることはないですけども、噛まれたら死にます。さて、今度は岩の小さい隙間に体を突っ込んでいるが、何がいるのか、マサル視点を見ていきましょう。いました、伊勢海老ですね。波に流されないよう体を固定してゲット。ね、多分ね、皆さん思うと思います、これ危険じゃないのかと。これめちゃめちゃ危険です。島だけでも毎年死者が出るぐらい危ないんですよ。だからこそこいつらを売れるようにしたいんです。さて、画面内どこに夜行貝がいるか分かりますか。こんなに大きいのに意外と分かりづらいですよね。特に老成したものはサンゴがね、表面に生えてるんで、サンゴ礁の中にいると完全にね、擬態してるんですよね。次は少し深場から上がってきました。捕まえたのは伊勢海老ですが、小さいので逃がすことにしました。さて、商品撮影、魚も欲しいところ、森に持ち帰って魚を探していきます。とここで何かを発見したマサル、一気に潜っていきます。何やら岩の裏に魚がいるようです。さて、マサル視点はどうなってるのか見ていきましょう。大きな尻尾が見えてます。ただいるのは絶妙に森を打ちづらい場所。諦めて浮上することに。とここでめちゃめちゃいい位置に出てきました。これは突きたい。これはもったいない。もはや人間では入りきれない岩の穴奥深くへ行ってしまいました。
これは悔しい。そして気を取り直して20分ほど捜索。そしてついに魚を見つけました。勢いよく潜っていきます。ヒット。大暴れする魚の頭を押さえ込み水面に浮上していきます。こいつは長ブダイのメス。見た目はいかついですが、ブダイの中でも特に美味しいブダイの一つです。さてこの魚、一匹いるとたくさんいることが多いです。もう一匹見つけ狙っていきます。ヒット。ただ流れが速い上に魚が大暴れしてなかなか回収ができません。一度森を押し込んで浮上することに。さて回収しに行きます。ちょうどエラに当たったので血が抜けてかなり弱ってますね。ゲットできました。今度はさっきよりも少し大きな長ブダイです。さてどんどん魚をついていきます。寝ている魚の真上から狙いを定め、ヒット。こちらも長ブダイですね。さて寝ている魚をどんどんついていきます。ヒット。今度は一文字ブダイです。今度は素手で何かを狙っていきます。取れたのはゾウリエビですね。とここで珍しいものを発見しました。こちらホラガイを背負ったヤドカリです。次も岩の中にいる魚を狙って、ヒット。取れたのは青のメハタ。こちらはハタ系の高級魚です。また岩の隙間に魚を見つけました。取れたのはヒトヅラハリセンボン。島ではアバシと呼ばれ、唐揚げや味噌汁で食べられるめちゃめちゃ美味しい魚です。ハリセンボン実はうまいんです。そしてここで大物が、タコです。ゲット。立派なサイズのワモンダコですね。こちらマダコに似た味のタコで非常に味がいいです。タコは結構いるんですけど擬態がすごくて本当にねなかなか見つけられないんですよ。なんで今回久しぶりに取れてめちゃめちゃ嬉しかったです。さていい魚たちが取れたので念願の商品撮影をやっていきましょう。はい、ということでようやく上がってきました。時刻は4時53分。めっちゃ荒れててちょっとリタイアしたわ。本当は夜明けまでやろうかと思ったけどもう無理、死ぬかと思った。ということで今日の成果を見ていきましょう。いやー疲れたな。伊勢エビ見つけても穴に入ってくのは怖いぐらい荒れてて結構ヤバかったな。そういう日もあるといったところで、とりあえずまず魚から見ていきましょう。長ブダイ、長ブダイ、一文字ブダイ、そして青のメハタ、まだいたっけ魚。もう一丁長ブダイ。あとなんかね、ハタを取ったと思うんだけど。これなんだろうな。ひとみハタかな。ひとみハタ。と、あとラストが、こちら。ハリセンボンですね。伊勢エビはもうほとんど取れてないね。ここかな。激渋。まだでかい。よいしょ。あれ3匹しかいなかったっけ ?5 匹ぐらい取らなかったっけ。渋いな。4匹です。で、ゾウリエビ2匹。と、ホラガイのヤドカリですね。やっぱり4匹、5匹、6匹と。はい。そして残念なお知らせがあります。タコが逃げました。あれ結構でかかったよなぁ。渋いなぁ。ということで今日はですね、まあ伊勢海老解禁日ということでね、まあ4時間ぐらい潜ったんですけども、こんなもんですということで、どうしようかな。全部競り出して、こちら長ブダイだけね、家に持って帰って、さばいていきましょう。皆さん、なんとですね、ここでついに夜が明けてきました。もう皆さん、お疲れ様でした。お疲れ様です。もう一頑張りしましょう。写真を撮るぞー。
はい、ということでこれがいつ公開されてるのかわからないんですけども、今ろれつが回ってないのはですね、これ勤労明けです。時刻は朝6時6分です。寝てません。徹夜で素潜りをして伊勢海老を撮ってきたんで、商品写真をね今から撮影していきます。ホームページの写真を撮るんですけども、それのクラッシュアイスを今作ってます。また面倒くさい作業を始めてしまいました。こんな感じで氷を作っておりますと、でここに氷を敷き詰めて魚を並べて写真を撮っていきます。あ、でも意外といっぱいある。これを3回分ぐらい作ったらいけそうやな。仮眠しながら氷を割ってます。これから2人体制で割っても割るのすごい時間かかる。でもあともう一発なんじゃないか。俺は魚を取って氷を削るところまではやる。いい写真になると思って頑張って削るわ。あとは任せた。よし、ラスト氷や。よし、魚持ってきましょう。大変です。夜が明けてます。0時から撮影が始まって夜が明けてる。今日11時ぐらいから撮影してるんですけどね。夜のいつの間にか夜が明けましたね。じゃあ何を写真撮ろうかな。まずは伊勢エビでしょう。伊勢エビ今日ね、ブダイが取れなかったんでこのブダイをもらいました。自分で取ったブダイ。あとはゾウリエビもね、写真載せたいよね。ゾウリエビ写真はこんなもんでいいんじゃないか。こんだけ入れば大豪華です。しゃあ、くー、もうフラフラ。ちょっとね、予定が詰まりすぎてキッチンが汚い。もうそこは許して。今日はで、今日はねおしゃれにしようと思いまして、ヒバも買ってます。目覚めた。めっちゃすね今日出した。だからね、5時間も海の中にいると、おかゆいって言って陸にいると逆に揺れてる感じになるんですよ。で、足がふらつくっていう。早くせんと氷が溶けてしまう。すごい勢いで溶けてます。2枚置いて、ここに伊勢エビもう1匹置くか。いいじゃない。これ焼く方が4匹ぐらい乗せた方が。こっち側も置いとこうかな。うわ、沖縄っぽいなこれ。夜光貝が入るだけで。よいしょ。そしてブダイどうしようかな。ブダイがこの辺に、ここにもう一匹。結構いいんじゃない。でもちょっと寂しいかな。わからん。正解がダメだったらもう一回取りに行って、もう一回この氷をやって敷き詰めて、こういうの過程やり直すっていうことができますからね。無理です。え、無理です。じゃあ完璧を求めましょう。結構良くない。初めてやったにしてはこれはかなりいい出来な感じが。夜光貝のとこに置いとく。ちょっと待って、家におしゃれな魚屋できたわ。もみじも置くか。これが写真でどう仕上がるかといったところですが、ちょっと写真撮ってみようか一旦。いやー、やりきったわ。あと写真だけ。でもね、これね、撮影スタジオを作ったんですけど、撮影スタジオ床濡れたらダメだから撮れないっていうね、問題が起きまして、結局ここで撮影してるっていう。撮ってて思ったのは奥行き感が出てないって感じですね。こんな感じで撮影開始から今2時間ぐらい経ってるんですけど、あと1時間は撮影できます。氷溶けるまで高木さんの腕が持つか氷が持つか、どっちが持つかといった勝負になっておりますけども。腕はもうプルプルです。俺すねがプルプルっすわ、さっきこけたせいで。背中側をもうちょっとこっちに反り上げてほしいですね。今顔があっち向いちゃってる状態ですね。ねえ、いいなこれ。大根って足になるんですよ。姿作りとかも結構大根がこんな感じで足として使われてることが多くて、こんな感じでいけましょう。そして氷を固定するために塩で固定します。これで氷が再度固まるんで。うわー、こっちも持った方がいいな。そうですね。魚の下にキッチンペーパー敷こうか、滑りにくいように。お、いいじゃん。あ、いい感じです。めっちゃいいやん。さて、匠の技が出ますよ。パシャいきますから。はい、パシャ来ました。あ、いい感じですね。今日は一日お疲れ様でした。
疲れ様でした。解散解散しましょう。お疲れ様でした。お疲れした。お疲れ様です。はい、それではですね、写真の撮影を終えて次の日になったんですけども、なんとあの写真なんですけどもボツになりました。これはちょっとゴーサイン出せないなという結論に至ったんで、また撮り直しですよ。はい、徹夜したのにね。まあそれは置いといて、今日はですね、伊勢エビ漁解禁日に取れました魚の中から長ブダイのメスを使って、ちょっと今めちゃめちゃ食べたいものがあるんで、それをね作っていこうかなと思います。ただただ食べたい料理を作る。それでは早速観察していきましょう。はい、こちらが長ブダイですね。そんなに特徴はねないですね。もうブダイは全部一緒なんですけども、この顎がねすごい強固にできてまして、これなんでかって言いますと、サンゴをねボリボリ噛み砕いて食べるからこんな顎になってるんですね。不細工なタイっていうところからブダイっていう名前が来たと言われてますが、こいつらこいつらなりに頑張ってサンゴ食べてるんですよ。そんなどうでもいいね。はい、ということで今日はですね、マサルチャンネル初登場の調理方法、ブダイのカツカレー、こちら作っていこうかなと思います。ただただ食べたいだけです。はい、ということで早速調理していきましょう。それでは汚い鍋で鱗を落としていきましょう。すいません、僕綺麗好きなんで10秒だけ掃除していい？これはやばいぞ。一箇所だけ嫌いになった。想像以上に時間かかるからやめる。じゃあお湯を入れていきましょう。まあやっぱ小汚い料理屋さんほど美味しいって言いますからね。ストップ。よし、セット。オッケー。魚の鱗は実は熱に弱いんで、こういう熱湯をバッとかけるとすぐ剥がれやすくなります。今回みたいに刺身で食べない場合はこの方法が一番楽。これ何もないとこうやってめっちゃ硬いの鱗は。ただお湯をかけるとあらまあってことになりますから。さっきのはあったじゃないですか。もう変わってますよ。種も仕掛けもありません。こんだけ取れるようになりますと、こっからが見せ所です。この鱗と皮がつながってるんですけど、ここのつながってる部分が熱に弱いんで、熱が加わるとこうやってねすぐ剥がれるようになるんですね。鱗落とすの嫌いな人はねこれおすすめです。ただ皮の下まで火入っちゃうんで刺身じゃなくなっちゃうね。この魚あれですよね、レイクレーとかジュエリーのサバイバルの時にも食べてたやつです。塩焼きがねバチバチバチうまいんですよ。めっちゃうまい塩焼き。反対側は早送りでいいかな。はい、そしたら洗い流していきます。鱗がどでかいですからねこれ。はい、そしたら綺麗になりましたということで、さばいていこうと思います。多分このでかい鱗の魚ってすごい鱗引きづらくて、すき引きでなんでやんなかったんだろうってね多分思ってる人もいると思うんですけども、これね実はこれすき引き一回やると包丁ダメになります。実はね切れ味にねすごい影響を受けるんで、あんまりね包丁は使いたくないんですね。ということで頭を落としていきましょう。まあ、内臓を傷つけないようにね気をつけて。傷つけたね。よいしょ。最近のブダイは下痢の量が少ない。サンゴを食べてるんで下痢状の排泄物を出すんですけども、ほら少ない、全然食べてない。ダイエットしてたのかな。で、まあ、さっき言ったように赤いやつはメスって言ってたんですけど、ちゃんと卵がありますね。これブダイの卵です。で、あとはねブダイはね綺麗な気もしてるんですよ。ブダイってこれをね新鮮だと食べたりする人いるんですけど、これねかなり癖あります。僕はちょっと苦手なんで使えません。はい、そしたらここ浮き袋がついてますんで浮き袋外していきましょう。オッケー。肛門から包丁をスッと入れてこの血合いを落としていきます。水切り便利ですよ。ご家庭用のまな板にこの水切りがいるかって言われたら絶対にいらないんですけど、水切り便利です。魚のぬめりもこうやって取れますからね。でこれさばくときにツルツル滑っちゃうんで、ここでキッチンペーパーで水気を取っていきます。ツルツルしたままの状態でさばくと結構ねこうやって魚が動いてこれ手切ったりする原因になるんで、普通にキッチンペーパーとかで拭いてからやった方がまあ無難ですね。はい、そしたら三枚おろしにしていきましょう。で反対側も入れていきます。鱗が残ってんね。もう硬いんでこれでいきますか。
失敗した。見えてない、見えてない。何。はい、そしたら反対側やっていきましょう。ここに包丁入れまして、皮に切り込みを入れて、で反対側、オッケー。はい、そしたら次ここ腹骨がついてますんで、腹骨を取っていきましょう。このチャンネルでブダイの腹骨何回撮ったでしょう。もう子さんの視聴者の人はもう見飽きてるかもしれません。これからも何回も見せますけどね。OK。ブダイのね、特徴なんですけど、魚によっては、ここの血合骨っていう骨が、ここら辺まで入ってたりとか、2本ずつ入ったりとかするんですけど、ブダイはね、極めて少ないです。血合骨はここまでしかないんで、もうなるべく身を取らないように、こんだけ取りましょう。そしたらね、これちょっとでかすぎるんで真ん中で切っていきましょうか。したらフライの形に切っていきましょう。こんな感じですかね。フライ用に切っていきます。で、このブダイ系の魚はちょっとね、皮目に臭みがあることがあるんですね。なんで皮目に塩を振っていきます。塩を振って表面に水分を出させて、それで一緒に臭みをね取っていきます。もうカレーと合わせるんでほぼ匂いなんてね消えるとは思うんですけども、 OK。 でこれで15分待っていきましょう。はい、そしたら待ってる間にですね、バッター液を作っていきましょう。用意する食材はこちら、卵、小麦粉、丼、これだけです。でここに小麦粉大さじ3って書いてありました。山盛り2で水、水多かったかな。まあええか。オッケー。でパン粉。そしたらここいらでいい感じに魚が仕上がってるはずなんで、表面水出てるのがわかるかな。でこの余分な水を拭いていきます。めっちゃ水出てる。はい、そしたらこれをバッター液につけて、これパン粉ギュッとして余分な粉を落として完成。はい、そしたら揚げていきましょう。セット。これ油足りんな。でも大丈夫、動かずして油取れるから。そして動かずして OK。 OK。 待って、包丁が欠けてんだけど。はい、そしたら揚げていきましょう。ちょっと早そうだな。分かるんですよ。分かる分かる。もう俺が一番魚のフライ揚げてるから、 YouTuber の中で一番失敗しますもんね。しかもどれだけ失敗してもめげないっていう、このメンタリティ一番大事。やっぱ諦めないっていうことが重要。だいぶ振りができてんだよね、うん、でも俺はちゃんとやるよ。久しぶりのブダイのフライ食べる。確かにあんま食べないですもんね、島に住んでたら。食べない。あ、いける、うん、じゃないですか。意外とフライってさ、調理工程が大変。家でこれ油飛び散った後さ、また拭くのがね大変ですからね。まあ今カメラマンしてる人は掃除するんですけどね。そういうことですね。はい、そしたらカツカレーの準備が整いました。ということでですね、今回準備しましたものはですね、ブダイのフライ、そしてレトルトカレー、そしてライス。このシーンいる？みんなも見飽きてるでしょ、他の YouTuber で。あっつ。で、カレーを。で、ここに俺の夢がここに詰まってます。普通ね、飲食店だと2機で3機しか乗ってない。違う、俺はなんかマリオに出てくるキノコみたいだった。俺まだまだ乗せたい。こういうことよ。あ、大きな分なくなったわ。ひどい、全部俺んだから。ということで完成しました。はい、それでは完成しました。まあ、5時間の長い海を越えて、2時間の長い撮影を終えて、ようやくカツカレーです。うまそう。ブダイのカツカレーなんか絶対うまいやろ。いただきます。みんな大変だ、カレーが甘口すぎてカレーとカツが合わん。カレーとカツが合わん。カツだけ食べてみる。これやばい。長ブダイのメス結構過小評価してたんですけど、めちゃうまい。最高。あ、でもカレー何言ったら全然普通だな。
わ、カツカレーうまいわ。これブダイ取って2日ぐらい経ってるんで、他のブダイだと匂いがね若干出てくるんですけど、まあちゃんと処理したからかもしれないんですけど、全く臭みがない。でかつふわふわ、めちゃめちゃうまいです。これ多分今後もおそらく日本でフューチャーされることがない魚だと思うんですけど、長ブダイのメスなんでね、絶対これね食べてみた方がいいと思う。そんぐらいうまいです。うん、めっちゃうまい。はい、それではごちそうさまでした。いやー今日はねなかなか大変な撮影でしたね。そんな感じでね、まあ漁師も加工場もねいろいろね頑張っておりますので、これからもね皆さん応援よろしくお願いいたします。はい、ここでマサルからのお知らせです。漁師の夜明けのネットショップがですね1月23日19時にオープンすることが決定しました。でそれに合わせてですね一つキャンペーンやろうかなと思っておりまして、漁師の夜明けのね LINE 公式アカウントを作ったんで、1月23日19時までに友達追加してくれた方の中から抽選で5名様にですね、なんとマサルが実際に取った魚をプレゼントします。で概要欄にですね URL 貼ってるんで、これもう LINE の友達追加するだけでできるんでね、皆さんぜひねやってみてください。そしてですねもう一つ特典があります。で今回の海産物と一緒に僕が直筆で感謝のメッセージも入れさせていただきます。まあ実際にオープンの直前にね、夜の海に潜りに行ってそれをプレゼントするんで、ちょっと何が届くかっていうのはまだ言えないです。ただまあおそらく伊勢海老か夜光貝かブダイですね。そしてもう一つ概要欄にね漁師の夜明けネットショップの URL があるんですけども、そこクリックして飛びますとメールアドレスをね入力する画面がありまして、そこでメールアドレスを登録していただいた方の中からさらに抽選で5名様にねプレゼントを送ります。 LINE の友達追加してメールアドレス登録してももう当たり確率2倍なんでね、ぜひ皆さんやってみてください。はい、ということでラストスパート頑張っていきます。それでは